はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビットアーチ女子選手縛りやっていきたいと思います。はい、今日の試合は筑波田ガマになります。はい、ちなみにこの試合、引き分け以上の成績で N1 リーグ優勝を決めることができます。いや、本当にもう最後筑波に勝って優勝を決めて終わろう。ちなみにアウェイです。はい、それでは試合に挑みます。いや、もう本当に勝とうね、勝って優勝決めてくれ。前回分かった通り、このねスタメン全員日本人選手は日本代表に選ばれているので、頑張ってもらいたいね。はい、行きましょう。もう翼黄色マーク出てるけど、もう他も使う、頑張ってくれ。子供と優勝決めるんでね、ちゃんと勝ち面、最後の最後までちゃんとした勝ち面で終えたいね。でも怪我しないでね、翼ちゃん、お願い、それだけは祈ってる。つくばね、なんか結構強いイメージあったんだけど、なんか今作でやっぱなんかリマッセが強すぎたね、正直。リマッセと那覇か。那覇なんか強いのにね、結構なんか負けてるんだよね。あれあれ、ちょっとなんでか理解できない。まあ。しょうがない、しょうがない。どんまい、どんまい。でも正直、あれなんだよね。もう、リマッセが引き分けたり負けたりしちゃうだけで、もう優勝決まっちゃうんだよ。だから本当に勝って決めたい。しかもリマッセの相手、キャピタル東京だからね。3位のキャピタル東京です。はい、だからね、結構わかんないんだよな、正直。もう負けても優勝決まっちゃう可能性がある、正直。いや、そう、引き分けでもいいからね。まあでも勝ちたいね。君だりさ、ファールだろ今の。おいファールないよっ。マジか、君と昨日なんか決めた。え、今の結構すごいパスじゃない。どうした、どうした。いや、さすがやっぱ1位のチームであるな。これファールでしょ、これ引っ張ったよ、トーマス。で、この瞳のパスよ。いやー、すごいパスだったね。完璧です。まあ、追いついた。早い段階で追いついたらよかったね。まあ、追加点を狙っていこう、本当に。てか、相手外国人選手多くね。マズラ、エールホフ、トーマス、ヒラリー。言ってか、そんなもんか。ヒラリー強いよね。やばい。フォールファールだよ、もう。さっきなかったんだから。ちょっと引っ張ったぐらいでファール取らないっすね。いいんじゃない、これ。クロス。いや、パスで崩すか。いいね。パスで崩す。ダイビングヘッドしてちょっと空振ってた、さゆちゃん。ちょっと可愛いな。いや、二人かわされたら、まずい。おお、戻った。よく戻った。オッケーオッケー。あ、本丸も強かった気がする。やっぱ強いよね。やっぱ結構やっぱ強いんだな、つくば。でもまあ、でもリマス大阪が強すぎんのか。うん、だからそうだな。国分とか、おかしいもんね。いや、取られちゃった。大丈夫？やっぱ怪我しないでろ、ほんとに。やばい、怪我しちゃったらほんともう元も来ないんで。くぅ。ヒラリー決められました。くっそ、マジかよ。まあ、強いなぁ。眠い。あくびがちょっと出ちゃった。いや、こうしっかり対応してほしかったなぁ。そう、うちのね、ディフェンダー正直そんな強くないんだよ、ほら。ジャンプ CCC って、ディフェンダーに必要な能力がちょっと足りてないんだよね、正直。だから悲しいな。ジャンプちょっと育てたいけども、ポテンシャル低いから上がりづらいんだよね。決まるか？いやー、さすがに決まんないか。前半追いついて終わりたいんだけど、追いつかないですか？ダメですか？どこがファールなんだよ。いやー、かわされんな、結構。いや、二人目かわされた。さすがにやめてよ。オッケー。まあ、途中経過見ましょう。やりますって、勝ってる3対0で。まあ、3対0で勝っててもよ。うん。得失点差20あるからね。リマッセがもう10点取って勝つとかない限り、全然大丈夫。さすがにね。うん。大丈夫。落ち着いて。てか、引き分けでいいんだから、引き分けで。クリア。ヒラリー強すぎる。ヒラリーちょっとうちのチーム来ないか。正直やっぱ日本の選手欲しいな。日本の女子選手もっと、もうちょっと女子選手増やしてもらいたい。
3DS の頃はさ、なんか10選手結構強かった。まあ、カルチョビットはでも結構強いか。緑とかやっぱ強いよね、サイオとか。やばい。あぶねえ、ナイスキー。ちゃんとパスで崩していこう。いいね。かわせる、かわせる。いや、もう一人かわせたんじゃないか。ちょっとこう交代します。翼がもう黄色マーク出てるんで、あの、疲労度。こうして綾香に変える。あと、クラリスとか。いや、ちょっと、サチコ入れるか。七子に変えて、サチコ入れます。サチコちゃん。行こう行こう。いや、いいね。ルルってうまくかした。サチコ、いや。まあ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 、まだあるからね、試合は。いや、どこがファールなんだよ。ファールないでしょ、今のは。まあ、これはファールかもしれない。いや、オードリーもいんの、女子選手。オードリーどうだ、あんま強くなかった気がする。まあそうだよ、あんま強くなかったよね。あれ、フィジカル強いからな、やっぱなんか。クリア、クリア、クリア。オッケー。これ取れるよ。フィジカル強いとセカンドボール毎回取られる。いや、マジ、あと1点取っても優勝決めてくんね、マジで。取れるよ。いやー、オッケーオッケー、いける。いや、ファールでしょ、今こそ。今のファールだろう。いいね。前に。サイドバックに渡していいんじゃない ?OK。いや、でもちょっと、いた。取られた。取れるよ。いいんじゃないに聞いた。決めて、さよ。いやー、マジか。ちょ、変えるか。変えるか、これ。クラリスかエリカ入れよう。エリカちゃん入れる?エリカちゃん入れても、こうだ。もう、こんな感じ。ちょっと前上げよう。でも攻撃的で。ちょっともうライン上げよう。ライン上げよう。点取るしかないんで、もうアグレッシブに行こう。ここ一回出ないと交代できないんだよね。てか、シュー決めて交代でいいんじゃない?出してくんね。出してくれ、ほんとに。ファール、いや、あるよ。シュートで終わって。ファールだよ!おーい、マジで。もう疲れちゃってる。に聞いたが、これ終わりですね。いや、マジか。勝てなかったか。しかも最後決められたか。くっそー。優勝を決めることができませんでした。この日より申し訳ない。まあでも、正直アウェーだから、まあまあまあ、ホームのサポーターにとってはまあいいことかな。名前。はい。まだ一応2試合残ってるんでね。くそー、決めきれなかったです。はい。ご視聴ありがとうございました。